やあ、忙しいかな。僕が連絡するたびに何か会議してるよね。マスコミの人の生活は大変だな。僕なら大丈夫さ。番組の人たちはみんな親切だから。君も生活リズムには気をつけるんだよ。先のことをワクワクしながら考えてると、目の前の不安が和らぐようだね。これもよくある心理学療法の一種さ。心というのは脳の機能なんだよ。でも心理学の研究は脳科学だけに収まりきらない。この話はやめよう。このままじゃ授業になっちゃうよ。どういうこと？君にそんな風に認めてもらえて、僕も嬉しいよ。それじゃあ、お互いを理解するためのチャンスを僕にもらえないかな。今週の土曜日、宮間でスキーのイベントがあるんだけど、一緒にどう？息抜きするって言ってたじゃないか。大規模な屋外スキー場があるらしいんだよ。都会にそんなところがあるなんて珍しいと思わないかい？どう？興味ある？じゃあ土曜日に君を迎えに行くよ。約束だからね。僕も楽しみだよ。